さあどうもスーパー GT 公式応援団長小庭でございます。さあいよいよ始まります大阪オートメッセ2018。皆さんにはですねこの2号館にありますスーパー GT ブースご紹介していきますよ。さあまずは入り口入っていただいて、いきなり出てまいりました。見てください、4台のですねこのスーパー GT マシンが皆さんをお出迎えいたします。ようこそ大阪へ。いやそしてこちらでございます、2号館どちらにあるかと言いますと奥でございます。奥でございます。皆さん焦っちゃダメですよ、走っちゃダメですよ、ちゃんとこれでもえ、坂田師匠で行かないと、坂田師匠でね。さあどこにあるかというと奥になります。奥でございますね。ぜひ皆さんその行くまでにねいろんなものを楽しんでいただけたらと思いますね。こちらのメインステージもあったりしますしね、壁にはですねいろんなこの雑誌のですねこの表紙がこうやっていろいろでっかくこうポスターに出てるわけですよ。おそらくたくさんの人が来ますからね、ぜひ皆さん気をつけてね行ってほしいなと思います。さあ、間もなくついてまいりますよ。2号館もう少しでございます。さあ、いろんなねブースが出ていますので、スーパー GT のブースだけでもなくね他のブースも楽しんでいただきながら、でも最後はもちろんスーパー GT ブースにね一人ノルマ5回来てもらえればと思いますね。よろしくお願いします。さあ見えてまいりました。さあここでございますよ、皆さん見てください、2号館ね、この2号館でございます。こちらの中にスーパー GT ブースあります。さあこの2号館入っていただいて、まだついていきます、まだついていきますよ。さあこのようにですねここも、2号館の中にもさまざまな、ブースがある中でスーパー GT、 いやー一番いいところ陣取らせていただきました。ありがとうございます。本当にさあ見てください、オフィシャルショップがこうやって出ております。そしてサポーターズクラブブースもございます。そして岡山国際サーキットのブースもございます。そして私たちがねいろんなイベントを行うこのイベントスペースがあって、そして今回はですねセガワールドドライバーチャンピオンシップのこの筐体まで4台あって、さらにはこちら展示車両ここにもありますね。皆さんお出迎えしております。そしてさらにですねキッズカートもですねなんと3号館と6号館の間にあります。そちらもぜひ行っていただけたらと思います。さあ皆さんいよいよ始まる大阪オートメッセ2018、ぜひスーパー GT ブースに全員集合。